大好きさん、やばい。これ何？うんこ、うん、はい、こんにちは、スプレーアートのめちゃんとスプレーアート大輔です。はい、2回目。本番ですね、2回目。そうなんですよ、ちょうど僕あのこっちあの壁画やってて2日で描く予定やったんですけど、ちょうどいい人が来てくれて手伝ってもらって本当感謝感謝で。いやこんな感じでね、すごいね、でかいっすね。でかいですね。これが大輔さん。うお、合作っす、合作。いやもう宇宙描かせていただきました。あっちはね、途中でお腹痛くなるっていうねハプニングがあったからね、半分、あっちは本当に合作な気がする。あれ、合作っすね。うん、じゃあということで今ねからね、2人で1枚、はい、1枚なーもう決めてないで、もうちょっと流れで一緒に OKOK、 どうなるかちょっと楽しみですね。 OKOK、 ある意味 OK、 Let's do it、 よろしく。 OK、 じゃあということでね、じゃあ先行梅ちゃんということで。はい、楽しみっすね、何ができるか。いや懐かしいですね、テレビチャンピオンの時の。そうですよね、一番バッター。あ、そうですね、一番バッター。そうそう、ちょうど僕2番やったんです。2番で、これだけで大輔さん大丈夫だ。ここで、まあ、確かにそれだけやったら何とかになりそう。ここだけで大輔さんはいったいつもは何色ぐらい使いますか。自分は全種類で24色ぐらい持ってて。あ、すごいですね。どうですか、あの使いやすさはこのスプレー。使いやすい、使いやすいでしょ。結構粘度もいいからこう垂れにくいし、色も乗りやすいでしょ。削りやすい、色もすごい綺麗に出やすいでしょ。出やすい、全然違うわ。粘度がいい、めっちゃいい。バックに宇宙が見えてるんで。どんどんエデンさんカラーの明るい色が増えていきます。なんか自分の色っぽいですよね。ねえ、カラーがトンタッチで。はい、さあさあどないしようかな。色のほうがいいっすね。いいっすか。いいっすね。クリアしますね。結構。おお。いや、入りづらそうと思ったら。左利き用なの。そう。ネオンいっぱい使いますよね。使う、みんな綺麗ですよね、赤の。オッケーですよね、なんかいい感じですよね。いや、めっちゃいい感じですね。なんかこれ遠くの方にあるし、はいはいはい、綺麗、遠近感も、遠近感があって、この惑星エデンさんっぽいし、なんかなかなかみんな描かん感じですもんね。これ何枚でもいけそうですね。じゃあ今度いろいろね、まだね、ちゃんと機会があったらことに、うん、ぜひぜひ。じゃあこんな感じでね。いや、なんかいい経験、楽しかったっすね。いやいや、楽しかったっす、今日なんか濃かったっす。うん、今日一日がちょっと濃すぎて救急車で運ばれました。大輔さんはインスタとフェイスブック。そうですね、スプレーアート大輔でやってます。はい、絵はどうやって買うんですか。僕はもうあの依頼もらってから描くようになってるんで、うん、じゃあ基本 DM してください。そうですね、 DM からでいただいてます。いや、めちゃくちゃね、大輔さん細かい、はい、すごい地味にやってます。すごい、いや本当にすごいなって思うね、本当に尊敬する一人でございます。いやということでね、はい、アディオスアミゴス、バイバイ。救急車乗ってね、治ったって帰ってきたんだけどね、また始まりました。ということで今からね、救急車呼んでもらってね、多分今度は入院するのかな、分かんないけど、ちょっともう一回病院行きます。 OK、やばいって、今日2回目だよ。2ミリの石が見つかった、超痛い。なんと2回救急車で運ばれて、今結局座薬入れて、今結局石があったんですよ。そうなんですよね、でもなんかそれがまだ出てきてないからちょっと心配なんですけどね。
めっちゃ待ってくれてましたね。もうなんかのんびり待ってました。本当に今夜の12時なんだけど12時まで待ってくれて本当にね、めっちゃ大好きさん、やばいんで、もう多分もうみんなね大好きさん分かると思うけど、めっちゃ優しいと思う。いやでも今日助かったですよ、手伝ってくれて。もう2日で終わらんと思ったら、もう最後クリアまで拭いてもらって。いやありがたい。いやめっちゃ楽しかったです。なんかね、でもなんか良かったですね、また、ぜひぜひ。一生忘れないですね確かにね、いろんな意味で。一生忘れない。救急車1日2回呼んでって。そう、僕も電話したら2回も初めてやし。ということで、楽しい動画、チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。で、絵の注文とかあればインスタとフェイスブックで、まあ、スプレアート大好きさんで検索していただくと。でエデンさんのとこから来ましたとか言ってくれるとめっちゃ嬉しい俺は。アディオスアミゴス。